あ、権利書出た。索敵距離 5% ダウン。あ、また権利書出た。ドロップアイテム収集距離50センチアップ。今テンペランティアのユーデキウム跡地の、アルス戦艦じゃない兵器ですね戦艦じゃなかったの上に絆トークがあったんで見ちゃおうと思います。メレフ、スペルビア帝国軍はまたアエー島を振り返してるの？いや、発掘作業は例の一件以来中断している。でも帝国の皆さんはまだ大勢いますもん。そうね、スペルビアに帰らないんですもん。放置すればまたイーラの連中に利用されるかもしれない。掘り起こしたものを埋めたとしてもまた同じ問題が起きるだろう。人件費だからここを管理することにしたんだ。なるほど。今度は誰にも渡さないように兵の数を増やし、アルス戦艦も係留させているの。なるほどですもん。トラ、アエー島を少し調査したいもん。ユーディキウムの兵器なんか今まで見たことないから興味あるもん。すまないなトラインビディア列王国と結んだ約束でな、それはできないのだ。言い方好き。このアエー島を調査や研究、それに利用することは禁じられているの？なるね。もも、そんな約束いつしたもんこの前の首脳会談よ。戦争を起こしかけた代償は高くついたってことですもん。そういうことだな。何聞くの？賠償金支払ったも、あ、マーマウィンナーを渡したも下にしたいから上から見ますね。賠償金も支払ったも？実際は賠償金ではなかったが、確かに支払う可能性はあったな。試算するとおよそ400億ゴールドでしたよね。高いも。高い。花が1000体くらい作れますもん。花結構高いね意外と花って高額なのね。ね。へっですもん。お金じゃないってことはメレフたちは何を払ったも？インビディアが要求してきたのはテンペランティアの調査権だ。へえ。それは何の役に立ちますも？干渉地帯とはいえ、我々がユーディキウムのアルス兵器を採掘してしまっただろう。テンペランティアにはまだ他のアルス兵器が埋まっていると考えられているから、インビディアは同じものを手に入れていきたいんだ。ああ、そういうことになるか。それが抑止力となりますからね。ああ、それが国を守るということだ。そうね。はあ、やれやれも。ほんとやれやれだわ。トラは小難しい話をよそに自由気ままにアルス兵器をいじってみたいだけも。そうだな。我々もインビディアもトラのように単純に考えられればいいんだがな。そうですね。羨ましい限りです。ご主人、単細胞だって言われていますもんいいじゃん、可愛い。私トラ大好きだよ。誰もそんなこと言ってないもんこうなればユーディキウムの技術を使って花の主人に対する態度を改良するもん絶対にそれはやめてくれいやー、メレフの喋り方いいわ。こうはでいいのかな。もう一パターン見ます。甘々ウィンナーを渡したもん。甘々ウィンナーを渡したもん。それはご主人が食べたいだけですもん。払うとしたら何年分だったもん。およそ1億年分だろうな。メレフ様、計算するのが面倒だからって適当に答えましたね。そうだね。じゃあ実際には何を払ったもん？インビディアが要求してきたのはテンペランティアの調査権だ。それは何の役に立ちますもん？干渉地帯とはいえ、我々がユーディキウムのアルス兵器を採掘してしまっただろう。テンペランティアにはまだ他のアルス兵器が埋まっていると考えられているから、インビディアは同じものを手に入れておきたいのだ。それが抑止力となりますからね。ああ、それが国を守るということだ。はあ、
やれやれ、もうトラは小難しい話をよそに自由気ままにアルス兵器をいじってみたいだけも。そうだな、我々もインビディアもトラのように単純に考えられればいいんだがな。そうですね、羨ましい限りです。ご主人、単細胞だって言われていますもん。何回読んでもいいわ。誰もそんなこと言ってないもん。こうなればハナのさ、ハナの主人に対する態度を改良するもん。ハナ JK がもうなんか JK らしくちょっとなんか冷たい物言いなのがすごくいいです。というわけで後半一緒でしたね。これはあのジュースの誤解、ジュースだっけ。そう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 、ぜひ飲んでほしい。あ、場所を聞けるんだ。場所を教えて。あ、そうなの。そっか、いろんなところにね、見かけてはいるけどね。材料、今どんぐらい集めてんの？甘々わさび。あ、近いからっていうことか。なるほどね。これ読んだっけ？読んでないよね。あと何人だっけ ?12人。あと何人か分かんないな。これ、メロロさんの奥さんもしかして。誰だろう。え、メロロさんの奥さんじゃないのこれ。かわいい。一番好きかも。では次はルクスリアのお話をしていこうと思います。ルクスリアは結構星をつけてる人がいる気がする。あいつの帰るところ、意味深な独り言。どういうこと？どういうこと？ジーク、王様がクエスト出してでお話できないな。わあわあわあ、なんか時代が変わろうとしてるね、本当に。よし、次は矢先村のお話をしていきましょう。あ、そうよね、アーケディアストーリー進めたら帰ってくるかな。マルベニオ死んじゃったんだよね。アーケディアにクエストあったからさ、帰ってくるとは思うんだけどな。深くなると耳がもわーってして気持ち悪くなる。シリンダーにガスを入れるのは得意。あー、そういうあれなんだね。海とかと一緒よね、多分。あ、またなんか出してる。ブドウン街道を通ってる時に演奏が聞こえた。これが傭兵団のクエストか。というわけでね、絆クエストもたくさんあるし、クエストもたくさんありますね。とりあえずお話ができて満足ですね。ストーリー進めたい気持ちは山々なんですが、どう、みんなどうしてるんだろう。気持ちが赴くがままにストーリーを進める派なのか、いつもすっきりさせてからストーリーを進めたい人とかいっぱいいるよね。もう私今さ、優柔不断すぎて何したらいいかわかんない状態なんですが、まあ、探索しようかな。
今気持ち的にはどっちかというとストーリー的な感じなんですけど、まあクエスト探索したいなと思います。でね、その2週間ぐらいやってない間に絆リング埋めをしたってさっき言ったと思うんですけど、その時にねルクスリアの仮装をね、やっぱあのロック画外で探索しようかなって思ってたけど、でもやっぱりなんかもったいないかなと思って、あの仮装をうろうろはしてないんですけど、上層でできそうなモンスターがいたらやってた程度だったんですね。で、あのそう、久しぶりにルクスリアに行った時にちょっとあの事件がありましてちょっとその事件と同じことが起きるまでちょっと天気を変えたいと思います。警戒を怠るなよ、警戒を怠るなよ。おっと、来た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 。いやー、なんかもう今からドキドキする。多分この天気だったと思う。で、まずあの何の気なしに私はこのランドマークに来たんですよ、のぞみの眼界で。ここにランドマーク来て、ん？と思って、ん？と思ったらモラモラじゃない何かがいるんですよ。で、えって思いつつあ、こっちにもいる、あ、え、他にもいるじゃん。そう、このね天気になったら、そう、いたんですよこれがちょっと移動したくないな、気持ち悪くない？ちょっとなんかもうこの時点で嫌なんですけど私で、まあ、突然ルクスリアに来てここに来たらこんなことあって、うーん、どうしようかな、仮装動画外で探索するべきなんかな、どうかなと思いつつ、まあこの中央に降りるじゃないですか。さて、降りたら、次はどこを目指しましょう。降りたら降りたら目の前のものが見えて、ん？ってなってあんなオブジェクトあったっけと思って、もうやるか。で、なんか休息をご検討ください。いや、あれは動いてるし敵かな、ゴーラー的な感じがあるみたいなゴーラーさんかな的な感じで思ってこう動かしてたら、なんと飛んでるんですよ。でそう、なすごい至る所にいてちょっとさ、あのもうここにも張り付いててさ、もうなんか嫌なんですけどいや笑ってるけどぶっちゃけドン引きしてるんですけど笑うしかないみたいな。この天気なんだろうね、この天気になったらあの生命が活発になるんですかね。いや、ちょっと私ね、これなんていうか生理的に無理ですね生理的に無理なんですけど、どうしよう、これと戦わなきゃいけない日が来たらどうしよう。うわ、あ、すごい絵面。これ何？イカ？何？わかんない、ま、ちょっとなんかじーっと見て慣れるかな慣れるのかなっていうね、あの謎のリアクションを一人でしてました録画できる環境じゃない時にやってたんで。で、なんかいっぱい飛んでるよね。パグールはどれ？パグールはあれだ、貝だ、ランボマーリン。はぁ、あ、そう、あのね、うん、絆リングねうわぁ、もうやだ、どうしよう、涙出てきた誰の絆リングだったかな、多分主要キャラの絆リングだったと思うんですけど、あ、オリエスとかペング族とかやんなきゃいけなくって、そう、まあどこにいるかわかんないんですけど、どうしよう、せっかくこの天気になったし、この天気のまんま探索する？レベル高いよね。でも、いや、まあちょっと探索しよう、うんうん、そうね、
探索します。じゃあとりあえずランドマークというか、まあなんかこっちにありそうだからこっちに行こう。あ、こっちに行こうっていうか、なんか張り付いてるんですけど、あ、待って、こっから上層に行くのかな。あれ、待って、このん、こっちじゃない、これ、東、あれ、どっかさ、上層がさ切れてるところあったよね。あれは下層から行くのかな、わかんないけど、こっちから来たんだっけ、ストーリー中。多分こ、あ、いや違うわ、あの今真ん中に見えてる高台は確かこっから降りようと思ってもなんか敵が強くて進めなかったんだよね。ちょっと、あー、どうしよう、天気変えようかな、すごい嫌なんだけど、どうしよう。私ゼノブレイドクロスでも本当に生理的に無理なモンスターがいて結局戦ってないんですよね。もう視界に入れるのも嫌みたいな感じだったんですよ。まさに今そういう気持ちになっているんですが、これだって仮にさ見つかったりしたらさ死んじゃうよね、レベル高いから。もう本当に嫌なんだけど。何が嫌って言われたら分かんないけど、なんかもう無理みたいな、言葉もなく無理。草は心を癒してくれますね。はあ、なんなの何なのって半切れ。旧ゲルゲームっていう遺跡町なんですかね。ここはランドマークじゃないみたいだね。すげえ、何も見えない、宝箱だ。拝借するとしよう。はあ、なんかすごいさ、こういうのなんか自分がちょっとわーってこう心に来るような圧迫感を感じるときってなんか無駄に精神的に疲れたりしませんか。私の知識によると、そういえばあれだね、あの動画、ユニークモンスターいるじゃないですか、あれ八重切の絆リングがあるからある程度のユニークモンスターの名前はわかるんですけど、名前と国わかるけど、ひぃ結構大きい、あの完全にどこにいるかわからない高レベル系のユニークモンスターはまあある程度ひぃある程度探すけど、もしわかんなかったら攻略サイトを参照するかもしれません。紙媒体の攻略本出るかね。私の知識出たら買おう。よく知ってるわ。これは必要なもの。慌てるな。はい。耐えることも必要。私七氷仲間にした時忍耐力あるってリアクションしたっけ。ありがたい。でも今傭兵団行っちゃってるな。21分で帰ってくるけど、どうしようかな。まあいっか、また今度。確か1時間ぐらいのがあと21分だと思うので、ちょっと待って、無理、気持ちが無理だから、ちょっと天気変える。出発しようか。はい、平和な平和なルクスリアになりました。次はここら辺に行ってみようかな。あ、ペング族だ。ひかりちゃん、ペング族を見つけたから、ひかりちゃんの絆リン、飛ぶんかい飛ぶんかい。
あ、なんだっけ、妖艶かなんか使わなきゃいけないんだっけ。あれなんか、あ、4人行っちゃった。マジ？全くそういうパーティーじゃないんだけどな。この子に何すんねんみたいな感じで来ちゃったのかな。わだつみいないのか。てか魔法使いだな。これ父もいない、もしかして。父もいない気がするね。水から始めたらダメだね。え、すごい。でも闇いないな。すごいな。無理で、次が来たって何。このまま一歩稼いでいこう。あ、グレンの使いたい。めっちゃ増えてる。リンカ。間違えたごめん。食べるか。1、2、3。ダメるの早い。ヤエギリがあれか、風なのか。ほい、ね、めっちゃなんかめっちゃ来てるんだけど。大丈夫なの。メレフすごい避けてる。ちゃんと見れてないけど。ね、めっちゃ増えてない。めっちゃ増えてる。イエーイ。ギャン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 。いいぞ。もうこれチェインアタックいけるよね。これ風ついてるか。まあ2個でいいかね、一応。あー、そっかそっか、ニアか。一応いぶきのこれレベル4見てみたくない。忘れちゃうよね、出過ぎでしょ。忘れちゃうよね、出過ぎ。始めるぞ。グレン、このまま一気に行くぜ。はい。かかれニア。誰もこの私を止めることはできんぞ。頼んだよ、ヘックス。オッケー。ヨガ直々に手を下してやろう。逃しはしない。
息吹かわいい。かかれ、見よ、任せときなって。かかれ、メノ、責任重大です。なんかいろんなボイス取ってんね。対応決めてくれ。邪魔だ。終わらんよ、終わらんよ。グルン、このまま一気に行くぜ。かかれ、ニア、かかれ、出番だよ。ニア様の出番だよ。待たせた。私の相手はドイツだ。ドイツなんだって言っときながら攻撃していく。ヤギリ、私の力を見せてやるか。デストロイヤー、よっしゃ、決まった。にゃー、見事な戦術だった。にゃーってにゃーって。新しい一日の始まり。ペングと戦いたかっただけなんですけど。あ、ちょ待って、あんだけ戦ったらさすがに終わってるくない。でも終わったって出なかったね。一匹なの。あれだけやって。ペングじゃなかったんだね。気を抜くな。ったく、調子に乗りすぎだよ。セクリア。わあ、金色の何、リポビックエルーク。え、これあれじゃないの、ユニークモンスターじゃないの。めっちゃかっこいいじゃん。レアじゃないよね。え、めっちゃかっこいい。え、めっちゃかっこいいね。レア？君レアなの？どうなの？え、めっちゃかっこいい。一番好きかも。すごいすごい。ちょっと写真撮ろう。いいね、かっこいい。かっこいい。ちょっと戦ってみていい？ごめん。気を抜けず。さあ、じゃあ。え、途中で？2、3。ちょっと待って、なんか3回目で。なんかやられちゃう。その調子だ。エルキ。パワー、アクサゴモ、狙われてるみたい。狙われてるよ。山倉で今後を受けて。さあ、決めろ。いけたよね。ダブルスピンエー。いいね。クラッシュ。いいぞ。面白くなってきた。あ、え、マジ？いぶきすごくない？え、すごいね。忘れちゃったよね。その必殺技キンチまで忘れちゃうの。すごい。どんぐらいの確率なんだろう。ミア無理っぽいね。すごい。ジャスティスブリザード。ジャスティスブリザード。負けるわけにはいきません。このまま一気に稼いでいこう。ふいふいふい。うー、レイトン。ふい。なぜか撮影する。仲間が狙われてる。任せとけって。カゴモ、オーケー、任された。かっこよかった。なんかレックスをここまで育ててもしろ。さすがは青龍だ。もともと素質のあるのでな。わしはほんの少し背中を押したに過ぎんよ。初めて聞いた。いいねいいねいいね。いいね今の。すごい壁。こっから向こうには行けなーい。よい、行けるやん。高台になってるんだ。なるほど。ターキン？へぇ、この上ターキンがいんのか。
レアじゃないわ、普通におるわでも一番好き、かっこいい。もっと面白い人間を残して報告を聞かなきゃね。すごいこれみんなレアで言ってるんだ。キャッチが上手くなったみたい。